小泉氏は先ほど輪島市で取材に応じ、総裁選について語りました。今さまざまな報道ありますけども、一つ一つ、お答えをする段階にはまだないと。リーダーは誰がやるかによって必ず地域づくり、国づくり変わってきます。で、そういうふうに思っていただけるかどうか、この総裁選は重要であるということは間違いないことだと思います。